最近おばあちゃん時々遊ぼう。おばあちゃん、1、2、1、2、1、2、1、2。まだしばらく少し立てつけたらついたんだけど、まだつかない。今日ご飯どうするの？ご飯は炊いたら炊いてあるんだけど、お茶漬けとか肉まんでも食うかねがかな。会社に電話した方がいいね。だよな。白菜の漬物の作り方知りたいって人いた。洗って少し1年中に干して、あえてあえてパラパラ塩やっておしするんだけど、そうよ、白菜もつけ一回干すんだ。洗ってこう水分があって、そうすると干すといくらかしんなりすると、うん、普通だいたい4つぐらいに割ってつけっから、でこうちょっとイクラが広げて、パッパッと醤油入れて、そのぐらいの手に。トンガラチでもそうかな。南蛮。そこ。おいしい？ペペのおいしくに辛いだけ。
辛い。いや辛い。でも辛くないと美味しくないんだよな。クマさんはどれクマさん？これいや、わかるのかよ。赤いクマさん、白いクマさん。クマ、あ、こんにちは。かわいい。かわいい、かわいい。はい。はい、タニーショ、うん、かわいいかわいいかわいい、うん、かわいいかわいい。はい。公民館ではどんなことしたの？公民館でね、うん、こうだこでやったり、こうだこでやったり、こうだこで足をこう腰掛けてと、腰掛けて全部やんだけど、うん、こうあまりやったことねえで、思うようなできっこともあるが、うん、あの、うん、あまりやったことの体操だな。疲れた？別にね、疲れはしないが、大したことではねえが、変なことやった。できることだけやって。最年長だったでしょ？まあそうだな。だが私、あんまり横もんできねえし、女の人はそば来て、一生懸命こう、教えてくれんだけど、やら。なんだ、気なんかもなんだ、変なことや。忘れちったけど。ばあちゃんがさ、93歳ってことはさ、みんな知ってんの？周りは。前からあった老人かい？その人はいくらか知ってかもしんねえけど、知らない人が結構こんだ。うん。老人会と違うから、の、フェイトっていうか、なんか教わる人は。16人か。ばあちゃんのこと知らない人はさ、うん、93歳だと思わないからさ、頑張って教えようとしてくれるんだよね。指導する女の人に、あたしもう94歳いいなんて思うよね。できにがダメだなっつったのよ。うん、もうちお花出た。細かいがこれつながるわ。これ持ってっちゃうからいいよ。もっと持ってけよ。かけてもどうね。もうだって持ってるよ。あっち持ってく？もう。なんないだろ。
最強おばあちゃん、時々あしゃご。